こんばんばはスピリチュアル研究家の楓ですどうしてもその魅力に抗うことのできないツインレイの関係今回はそんなツインレイを今すぐ抱く方法について紹介します魂の傍らであるツインレイはが溶け合うように身体を重ねたいと思ってしまうのはごく自然なことですツインレイを抱きたいと思う理由について詳しく説明します ツイインレイの男女は、お互いいいいに抱抱きたたし、抱かれたいと強く思っています。特に男性は出会って間もない頃はあまりに強くなった自分の性欲に戸惑ってしまうこともお互いの魂が求め合っているためその魅力に抗うことはできませんまたツインレイは男性だから女性だからといった区別もなくお互いの立場が逆転することもあります ツインレイはもともとが一つの魂だったため身体を重ねることでお互いのエネルギーを補充し合うことができる関係です心も身体も満たされる魂レベルでの交わりを求めて何度も身体を重ねることになりますツインレイと身体を重ねると2人のエネルギーが融合したことによってさまざまな変化が現れます具体的にはどんなものがあるでしょうか 詳しく紹介していきます。一性エネルギーが高まる。ツインレイは性エネルギー交流を行うことで、男女ともに強い快感と欲に襲われるようになります。ツインレイの感じるエクスタシーは、それまでとは次元が違うと言われています。また、ツインレイの男女が身体を重ねると、男性は男性らしさが増し、女性は女性らしさが増します。 お互いの性的魅力がより際立って見えるようになるためお互いに強く惹かれ合うようになっていきます。にお互いの快感を共有できるツインレイの男女は身体を重ねるときも特殊で男性が女性の快感を感じることがあります。もちろん女性が男性としての快感を感じることもつながっている部分が完全に溶け合って どちらがどちらかわからないという感覚を覚えることがあります。これにより湧き上がってくるようなオーガズムを感じることができます。さあ相手の求めているる。ことがわかる通常の生体験とは異なり相手の求めていることがわかるようになります。これは肉体的な感覚だけでなく思考の部分でも同じことが起こるようになります。4. スピリチュアル能力が活性化する。 ツインレイの男女が身体を重ねるとスピリチュアル能力が活性化します直感が鋭くなったり中には交流の最中にビジョンを見るような神秘体験をする人も無安心感に包まれるツインレイの男女が身体を重ねるといいようのない安心感に包まれて癒される感覚を覚えるようになりますツインレイはもともとが同じ魂なので 相性がいいのはもちろんですが肌が触れ合うだけで深い安心感と安らぎを感じますまた交流の着後にもトランス状態に陥ることがありますもともと同じ一つの魂であるツインレイツインレイの男女は触れるとお互いに癒されるのを感じますツインレイに触れたりキスをするだけで身体がうずいたり濡れるという性反応が起こるようになります また一緒に過ごしていても離れていてもツインレイ男性のツインレイ女性の身体を求める気持ちが高ぶった時はテレパシーで感覚を共有することがあります駆け巡る快感によってお互いが癒されるのを体感できるでしょうツインレイは性エネルギー交流を重ねて融合できるとお互いに自立して協力し合うようになります ツインレイの男女が出会うのはお互いの才能を生かし協力して使命を果たすためと言われていますツインレイの性エネルギー交流融合についてはこちらの記事が参考になります7クンダリーニ覚醒することもあるツインレイはお互いが交わることでクンダリーニ覚醒することがありますクンダリーニとは微低骨付近にある創造のための エネルギーを頭頂部まで上昇させて全てのチャクラブロックを解放し覚醒させることツインレイ男女のオーガズムを通じて宇宙とつながっていくようになるため高次元の存在から受け取ったメッセージを生かしてあらゆるものを想像していくようになりますもともとお互いの性欲を高め合うツインレイの関係その特徴を生かしてツインレイを抱きたい時にすると 効果的なことを詳ししく紹介します。一目を見つめてサインを送る目を見つめることでお互いの感情をより上るブラせ、ツインレイに感情を伝えることができますツインレイを抱くために必要なファーストステップですまたツインレイ女性に好意の際見つめられるだけで外観を感じるというツインレイ男性も多くいます 触れるか触れないかぐらいの軽いボディタッチを指先など点で行うのも効果があります徐々に中心部に向かって触れていくようにしましょうそれだけで同じ感覚を共有しているツインレイは即々してしまいます3これからつながるるとイメージさせる直感が優れていたりスピリチュアル能力がある程度活性化しているツインレイは イメージ力を使うのも得意です耳元でこれからつながることを連想させるような言葉をささやくのも効果的またあなたが言葉で伝えるのが苦手なタイプならどんなことをしてほしいかを直接聞いてみるだけでもムードは高まっていくでしょうツインレイの関係には最初はお互いの中に自分の受け入れられない部分を見るのが怖いということがあります そういった部分の自己統合がある程度進んでいないと相手を拒絶してしまったり相手に拒絶されてしまうことももしあなたがツインレーとの関係を進展させたいと思うなら今回解説したことを実践してみてくださいね以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますねチャンネル登録もよろしくお願いいたします E